犬ヨモギは、キクカヨモギ族の多年層。地下茎は長く伸びない。茎は創生し、花をつけないで、先にロゼット状に葉をつける短茎と、花をつける長い花茎がある。ロゼットの葉は、広いさじ型で、長さ3から10センチメートル、幅1.5から4センチメートルになり、葉の先端は、円筒、基部は、くさび状になり、傭兵に、翼がある。葉の表面には、 ほの毛があって、緑色、り面には絹毛があって、単力色になり、先天があり、円には大きなドンキがある。一方、家系は高さ30から80センチメートルになり、葉は個性する。茎のチューブにつく葉は、サジ系、またはトーラン型で、長さ4.5から8.5センチメートル、円には大きな巨子がつき、り面には綿毛が密生し白色を帯びる。 花時には、花茎の下部の葉は枯れる。花期は8から10月。頭花は花茎に、相乗円水果序に多数下向きにつける。頭花は幅3から3.5ミリメートルの球形で、絶妙花がなく筒状花のみで構成される。双方辺は3から4列。外辺は、長さ1ミリメートルと短く、中辺と内辺の円は、透明膜質になる。果実は、 無毛の痩せ下になり、京都欄型でやや扁平で、長さは2ミリメートルになる。温帯から団体に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、やや乾いた丘陵に生育する。アジアでは朝鮮、中国に分布する。ありがとうございます。